文化放送ガールズガールズのガルガルトーク。時刻は9時30分になりました。ここからの時間はガールズガールズのガルガルトーク。私たちガールズパフォーマンスグループガールズガールズは8人で活動しているんですが、今週からシャッフルしてその日1日限りのメンバー構成でお届けしたいと思います。今日は最近は噛んでないけど殿堂入りの神クイーンをやらせていただいております、小田柚葉とマイワールドが大事な住谷桃香と、20歳になりました最年長のリーダー鶴谷美咲、よくないよくない、この3人でお届けします。お願いします。最年少でしたっけ。最年少になりたかった最年長です。おめでとうございます。20歳ありがとう。ちょうど昨日ですね。そうですね、そうね。というかこの3人でやるのがちょっと緊張してる。本当に、うん、そうなんですか。だってずっと ABC チーム固定でやってたじゃん、うんうん、だからもう今ね座る位置が違うだけでちょっと違う感じがする。面白いね。この3人はどんなチームって言えるかな。でも最初の方グループ結成時ね、時は本当にずっとこの3人でいた気がする。行動してたん。そうだね。タピオカ飲んでプリクラ撮って、うん、もうね、うん、あらゆる遊びをね、しましたね。3人グループあったもん、 LINE グループあった。抜けたかもしれない。え、誰が一番最初に抜けたんだっけ。ゆずゆずだよね、だよね。ゆずね、すぐグループ抜けちゃうの。で、みさっき最後携帯重いのよ。あ、だから整理するんだよね、いつも。そう、その名前なんだっけ、タピオカ好きみたいな。なんかそんな感じだったよね。全然覚えてない。で、まあ3人で行ったね、いろいろ遊び行ったりしてたよね、うん、したでも多分美咲わかんないと思うけど、あの頃ってゆずと美咲めっちゃなんかベタベタしてて、うん、そうすると桃香がめっちゃ嫉妬してゆずに全然覚えてない。ゆずなんか桃香怖いみたいな思ってた。あんたそんなことしてたの。いや全然ね、今はもう仲いいんだけど、めっちゃね嫉妬されてたの。私桃がゆずに嫉妬してたってこと。そう、もう美咲取られたシュンみたいな。本当に可愛いじゃん。だからこの二人の絆に私は入っちゃいけないって思った。そう、そんなことない。でも確かにすごい距離はより近かったよね、年齢的な問題もあるけど、うんね、でも桃的には、うん、やばミラクルチューンズの風花と喋ってる、やったーみたいな感じやった。ずっとマインド的にはね、全然そんな伝わってない。伝わってなかった、うんうん、伝わってない伝わってない。でもこの3人でやるのはもう今後いつ来るか分かんないからさ、うね、もうシャッフルだから、ね、話した56通り、うん、6通りぐらいとか言ってたからね。もうね、うん、悔いないように。はい、桃ちゃん今日いっぱい喋るんだよね。はいはい、すでにいっぱい喋った方これでこれいや楽しみだね。はい、はい、今日はガルラーから届いたふつおたを読んだり、番組オリジナルアイテムを何にしようか考えていきたいと思います。さらに今日は私たちの新曲カウントダウンフィーチャリングアポキからアポキさんのコメントをオンエアします。やったー、日本語喋ってくれるかな。あの韓国のね、カウントダウンって楽しみですね。楽しみです。今日もエンディングまでお耳はこのまま、 Stay tuned。ガールズガールズのガルガルトーク。この番組は那須ハイランドパークの提供でお送りします。ガールズガールズです。突然ですが、那須ハイランドパークのアトラクションはいくつあるでしょうか。20種類くらい。正解は40種類以上もあるんだよ。それなら一日中楽しめちゃうね。今年は新しいアトラクションの新登場だって、楽しみ。那須ハイランドパーク、ガールズガールズのガルガルトーク。文化放送ガールズガールズのガルガルトーク。今日はガルラーから届いているメッセージをたくさん読んでいきたいと思います。はい、私から読みます。ガルラーネームうーたさん、ゆずはちゃん、ももかちゃん、みさきちゃん、こんばんは。こんばんは。今は先日東京のファンミに行きました。懐かしい曲から新曲まで聴けて大満足でした。そこで3人に質問です。ファンミでやっている運動会の種目でこれが一番好きだなとか、私はこれが得意だなとかってありますか。
東京ファンミでは、美咲ちゃんの負けず嫌いや、ももかちゃんの天然ぶりや、ゆずはちゃんの帽子に鉢巻き姿が見られてとっても楽しかったです。ちなみに私はダウトを探せが一番楽しかったよ。うん、今度はリリーベで会えるの楽しみにしています。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、ファンミーティングの中で、ガールズガールズ運動会っていう、うん、紅白対抗の競技をやってまして、はい、楽しいねあれ。このね、東京公演では、ね、ダンシング玉入れと、そう、サンドイッチリレーと、そう、ダウトを探せ。でこの方はダウトを探せが一番楽しかったっていう。確かに一番参加できそうだよね。そうだね。ファンの方に私たちがダンスをレクチャーしたのをやってもらって、そのまあ。誰がレクチャーしてないか当てるっていうちょっと複雑なゲームなんだけど、うんうんうん、紅白どっちだったっけ、ももちゃん。東京公演は白だった。白を、うん、ゆうさんは赤。今までずっと赤なので、私も赤だよね。そうそうそう、そうだ。でちょっとまあこれは、そうそうそう、その最後の最後、こう前半戦後半戦あって、うん、後半戦のラストの競技、しかもその延長戦の中で、うん、その赤組のためにやろうとした延長戦で、うん、最後のポイントを3000ポイントにして、はい、逆転勝ちをするっていうのやっちゃったんですよ、うん、私が。あれね、ゆず自分勝つ人だったから、赤組だからね、うん、よかったけど、負ける側からしたら悔しいよね。ちなみにどんな感じだった？その3000点入れるらしいってなった時、おーマジおーマジ、もうこれ赤組勝たせないとあかんやんでも OK しちゃったんだもん。まあ OK ってしか言えないじゃんみたいないやでもその後にめっちゃ責められて、うん、めっちゃ後悔しましたまあね、あれらしい、うん、あのメンバーの家族のちっちゃい子とか、うんうんうん、もう半泣きだったらしくて、もう理不尽さに、ね、そうって聞いて、聞いて自分なんてことやらかしたんだって思ったけどまあ勝てたから、まあまあまあ今後気をつけようねって言うしかないそうって感じでやってて、うんうん、そうこの方はね東京来てくれて、うん、そう何が一番好きだなとか得意だなとかってありますか？ダンシング玉入れとダウトを探せが好きかな。おお、どっち側？玉入れる側か入れる側。あー結構投げてるもん頑張って投げてるもんゆずはゆずは見てて面白いのはあの衣装早替え、あーと自分は得意だなって思うのはあの玉入れ、ダンシング玉入れですね。やっぱりでもさ、やっぱさ、こう受け取る側の人との相性もある気がする。ゆずね、美咲と結構良かったよ。うん、ああもう陽花と良かったよ。尋常？そういうことかな。あと陽花すごい動いてこう受け取ってくれる。足が長いからか。あんたもうな。ありがとう。ねここお茶の間？なんかすごい雰囲気が。なんかちょっとさ、ほのぼのとしてるよね。やっぱほのぼのラジオになるのかな、この3人だとね。初めてだか分かんないけど。今2人が喋ってんのもすっごいほのぼのとしてて笑っちゃったよ。じゃあもうお茶の間トークにするダメだよ美咲は何ですか？運動会、うん、そうね、なんだろうな、でも走る、あフラフープだ、フラフープ、うん、頭からくぐって、うんうん、のやつはすごい早かったかなって自分で。確かにすっごい飛んでた。そうだけど運動会基本あんまり活躍してこなかったから人生の中で、うんうん、うんうんわかるよ、私もだからなんかまあこうやってできて嬉しいよね。うん楽しいよね。楽しい。ファンミ次の公演もね、次昨日が、北海道札幌公演、ね、まだ残ってるので、はいはい、楽しみです。ありがとうございます。ありがとうございます。では次私が読みますね。はい、ガルラーネームゆうきさん、ゆずはちゃん、ももかちゃん、みさきちゃん、こんばんは。こんばんは。大阪のファンミーティング行きました。2階席の後ろの方でしたが、そんなこと気にならないぐらい楽しかったです。パフォーマンスもたくさんで、大好きなあの曲で盛り上がり、懐かしのあの曲でうるうるし、感情が大忙しでした、うん、運動会では早着替えの待ち時間に踊ってくれて嬉しかったし、大きな声でたくさん応援して、あっという間に時間が過ぎてしまいました。カウントダウンのフォトスポットでは、以前のリリーベを思い出すような配置での撮影ができるってことで、カウントダウンの美咲ちゃん、ももかちゃんの衣装を着せた子供たちの写真を撮れて嬉しかったです、うん、わまたこんな風に真ん中に入って撮れたらいいな、うん、リリーベも始まりますね。
どんな内容なのかドキドキワクワク情報解禁楽しみにしています。これからもずっと応援しています。はい、ありがとうございます。なんかゆずは気になるところがね。いや、あの、なに、なに、みさきちゃんとももかちゃんの衣装着せた？ああ多分だからもう2なのよ、子供の数が2だから。まあ、ゆずとさ、ももかそんな面から変わんないからさ、半分で。え、じゃあカウントダウンの衣装なの。カウントダウン、そう、カウントダウンの衣装。じゃあ次ゆず着てほしいな。ね、そうね。あのフォトスポットがあって、そうだね、もともと私たちむちゃくちゃリリースイベントでショッピングモール回ってたグループなので、うんうん、そうですね。でチェキ撮影会むっちゃやってたじゃん。やってたね。懐かしいね。その配置に似てるってことだよね。あ、そういうこと？うん、そういうことで。ああ、確かに確かに。以前のリリーベ思い出すような配置での撮影。優しい人多いよね、ガルパンね、はい、世の中にこんなにいい人がたくさんおんのかって。ごめん、またお茶の前になっちゃった。浅いコメントだね。でも、もうほのぼのとしてんのよ。ほのぼのラジオだね。はい、ということでゆきさん、メールありがとうございました。ありがとうございます。それではここで1曲お聴きください。ガールズガールズでカウントダウン、フィーチャリングアポキ。ガールズガールズでカウントダウン、フィーチャリングアポキでした。そして今日はフィーチャリングしたアポキさんからコメントが届いています。どうぞ。ガールズガールズメンバーの皆さん、新曲カウントダウンのリリースおめでとうございます。そして私をフィーチャリングに迎えていただき本当にありがとうございました。去年オンラインのダンスチャレンジで出会った時はシングルに参加させていただけるとは思いもしませんでした。ミュージックビデオにも参加できて、皆さんと同じスタイルで歌って
踊って私もガールズガールズのメンバーに入って気分でとっても幸せでした。レコーディングの時は皆さんの発音がとってもうまいとアメリカのプロデューサーさんが褒めてましたよ。わ、皆さんの爽やかな魅力に私もすっかりガールズガールズのファンになりました。これからもずっと応援しています。以上アポケでした。わー、ありがとうございます。日本語上手ですね。本当にガルズガルズの皆さん、かわいい、めちゃくちゃかわいい、かわいいね。わー、しかもこんなしっかりコメントいただけると思うのかと、嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみにね、アポキさんはバーチャル K-POP アーティストで世界中に480万人以上の SNS フォロワー数を誇るうさぎちゃんでございます。もう可愛すぎて私の携帯の後ろに入れてます。そうです ね、 ね、ステッカー入れてるよね。はい、ちなみにこうカウントダウンの感想メール、うんうん、が届いています。ガルラネームマイカさん、ゆず、ももちゃん、みさき姫、こんばんは。こんばんは。こんばんは。いつも応援しています。新 EP カウントダウンのミュージックビデオが公開されましたね。前回の EP のラブジェニックバイバイバイとは違った雰囲気でかっこいいけど可愛い。アポキちゃんとのコラボもとても嬉しいです。ミュージックビデオお気に入りになりました。そこで皆さんに質問です。カウントダウンでお気に入りの自分のパートはありますか？私は最近出演、うん、あっちゃうキーミーからちょっとの可能性でも期待しちゃうまでが特に好きです。みさき姫大好きです。ガールズガールズみんな大好きです。ありがとうございます。好きなパート、好きなパート、自分の、自分のって書いてる。うん、うん、でも今回どうなの、そう3カ国語入ってる。そうなんですよ、日本語、韓国語、英語、みんな結構あの字幕で韓国語出てきてびっくりしたってすごい言ってて、うん、あ確かにって思いましたね。そう、うん、確かに。なんだろうね、自分のパート、私はあれかな、アポキさんと歌ってる、うん、Speaking my hobby、うん、っていうところは一緒に歌えて嬉しいな。あとね、振りが私とアポキさんだけハート作って動いてるんだけど、うんうん、大体の人がみさきちゃん最初間違えてるかと思ったって言われちゃったね。なんかあるお気に入り、なんだろう、でも最初のあの友達に聞いてみたら、うん、ありましたちかなのところのカメラワークが好きですかね。あ、ミュージックビデオ、そうそうそう、前から撮ったり斜め下から撮ったりとか、うん、そういうカットの変わり目がすごく好きです。あのすごいさ、ミュージックビデオもラフの時と完成が全然違ってびっくりしたもん。確かにいっぱいカット使ってね。ゆずは、ゆずは、まあ、自分じゃないというか、うん、まあ、自分もいるっていうので、うん、そうみんなでこうやってあの月見上げてるところ、みんな目線が違うやつね。あ、みんなちょっと若干目線が違う、うん、なんだっけあそこ歌、わかんない、落ち着いたっけに出てくんない、そうだね、もう絶対後悔したくはないみんなで見てるね、あれガルヒロ感があるんだよな。あ、そうそうそうだね、あのなんだっけ、俯瞰の絵、そうそうでさ、うんうん、カメラ俯瞰ね、うん、俯瞰なんだっけ、カメラをさ置く台がめっちゃ高いんだよ、うん、あ、そうそうそう、なんていうんだっけ、ね、超高い朝礼台、朝礼台みたいなやつ。そう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 、あれって表現しかと思い、一括して朝礼台一般的に朝礼台そう、あれ久々に見たね。というわけで、マイカちゃんありがとうございます。ありがとうございます。ここからはガルラーにプレゼントする番組オリジナルアイテム企画会議、先週は8人で考えていたんですが、ガルラーからの意見をもとにどんなものがいいか決めていきたいと思います。先週のオンエアでは今週ツイッター投票で決めると言っていたんですけれども、もう少しちょっと考える時間が欲しいので、今週来週とまだまだ企画会議をしていきたいと思います。はい、はい、前回上がった案がですね、ステッカー、ストラップ、落書き、チェキということで、うん、ガルラーからの案があるんですよね。はい、じゃあ読みますね。ガルラー春ママさん、こんばんは。去年はガルラーキャップと T シャツだったので、今年はガルラー折りたたみ傘かガルラーポンチョを希望します。おお、なんか雨が降りやすい地域に住んでるんですかね。じゃあちょっとどんどん読んでいきますね、はい、ガルラーネーム R さん、オリジナルクリアファイルはどうでしょうか、検討お願いします。いいね、いいですね。じゃあちょっとラストいきます。ガルラーネームみなままさん、今回のガルラーへの番組オリジナルグッズなんですが、リストバンドはどうでしょうか、
これから暑くなった時にさっと汗を拭えて、老若男女問わずつけれて、イベントの時に手を挙げたらガルラってわかる。確かに。確かに。なるほど。いいね。新しいかもしれないですね。リストバンド。リストバンド作ったことあるっけ？グッズで。なんか、おはガールの時につけてたけど。そう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 、ああ、まあ別にグッズ化はしてないよね。ね、そうだね。でもなんか衣装ではついてなかったっけ？衣装ではついてた。あ、ついてた。ベースボール、あ、そう、おはガールの時につけてたけど。グッズはないね。みんなすごい思いつくね。ね。すごいね。うん。全然思いつかなかったから ね、メンバー会議した時も。マジで。ポップとか言って。そっかそっか。何がいいと思う？でもなんかやっぱ、いっぱいつけてほしいよね。使えるものね。そうそうそう、いっぱい使ってほしい、うんうんうん。確かに。今回メール読まれた方は全員にプレゼントするものだから、うんうん、こうもうちょっとあれだね。軽め。うん、確かに。うん、今もらったのはグッズにしたい。Tシャツ、帽子に続いて。確かに。プレゼント系だと、ね、この前言ってた落書きチェキが一番。一番ぴったりくるっちゃくるんだけど、うん、じゃあ今日落書きチェキよかったら、うん、今日だけプレゼントしません？あ、じゃあもう決まるか分かんないけど、うん、今日限定でね。じゃあ来週の番組が始まる前までにメッセージを送ってくれた方の中から3名様にプレゼントさせていただきたいと思います。ちょっとね、実験というか、そうだね、今回だけになっちゃうから逆にレアなので。確かに、うん、はい。メールはgirls@joqr.net girls@joqr.net までお願いします。メールをお送りいただく際には落書きチェキ希望と添えて送ってください。今回もたくさんのメッセージありがとうございます。メッセージはガールズガールズのガルガルトークのツイッターでも急に募集しているのでフォローしてください。収録中の写真もアップされています。それではここでもう一曲お届けしたいと思います。ガールズガールズでフラッター。あの日胸の中目を出した思い、今じゃこの桜くらいに満開、ごめんねと言わせてしまうことは知っていたのなのに、淡く色づいた日常の景色、一瞬だけ自分を重ねたことは内緒にしよう、柔らかい日差しの仕業したのはガールズガールズでフラッターでした。ガールズガールズです。突然ですが、那須ハイランドパークのアトラクションはいくつあるでしょうか？20種類くらい。正解は
40種類以上もあるんだよ。それなら一日中楽しめちゃうね。今年は新しいアトラクションの新登場だって。楽しみ、ナスアイランドパーク。ガールズガールズのガルガルトーク、エンディングのお時間です。今日は初のシャッフルメンバーでお届けしてきました。はい、どうだったなんか初めてこういうなんかマジでさ、組み合わさってないじゃん、ラジオで、うん、そう、 ABC で分かれてたね。全然マジで組み合わさってないから、どんな感じになるんかなって思ってたけど、やっぱ面白いね。とは違った、また空気感は収録の。違う、全然違う。やっぱさ、ももかとみさきの間にもさ、なんか空気感ってあるの。流れてる、ここの。いつも言ってるよ。嘘。あ、本当？本当？言ってないの？今週も流れてた？あ、もうずっと普段から。あ、流れてる。普段から二人の雰囲気ってあるの、やっぱ。お茶の間、そうそう、なんか嫌だね。お仕事中にお茶の間の空気流れてる、ねね、じゃあなんかほのぼのとした、なんかちょっと何、柔らかい空気が流れてるというか。でもあれだもんね、 MBTI 診断2人とも一緒だから、ね、あ、そうなの。そうなんだ。 INFP なんで。そうなんだ。ちょっとそれ質問めんどくさくてやってないの。あ、今流行ってるやつね。流行ってるやつね。あ、そうか。なんかすごい2人の雰囲気に惑わされながらすごい楽しめましたじゃあ、ももかは。そうですね。なんか、こんなにラジオで話したことがあっただろうかっていうぐらい。そう。な気がする。大丈夫か？うん。なんかやっぱ B チームやってた時はすごい、うん、まあ、いっぱい喋ってたんですけど、うん、すごいね、こんなに、うん、口が、すごい楽しかったです。諦めないで途中で。語彙力どうした？日本語って本当に難しい。まあでも本当にとにかく楽しかったので、また54週目後よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。美咲はどうでしたか？いや、まあ本当に違う雰囲気でびっくりしちゃったね。うん、そう、またね、 C チームはどちらかというともう結構なんだろうな、いじりいじられみたいな感じで、そんな感じする、イメージあるわ。そうそう、ワイワイやってたんですけど、今日はいっぱい、今日もいっぱいイズとももちゃんいじれてよかったなと思います。そんないじられた覚えないけどね。 あなた神クイーンって言った瞬間噛みまくって目線怖いってごめん、怖い目線怖い。いやいやいや、わかんないわかんない、あんま覚えてないけど、うん、さあ皆さんね、この3人の、じゃあ何、ほのぼのチームにしますか。はい、ほのぼのチーム、はい、ね、56週目後に4ね、54ね54か56だっけ、56か、56じゃなかったっけ。6だよ、うん、6、56って誰って誰って言った今、誰かって言おうとした噛み合ってないもうね、待っていただけると嬉しいなと思います。そしてガールズガールズはニュー EP カウントダウンでリリースイベントも開催します。今月は今週22日土曜日、千葉県セブンパーク有岡市は、来週29日土曜日、ララポート立川立飛で行います。さらに相模湖リゾートプレジャーフォレストでガールズガールズパーク2023を開催します。4月29日土曜日から6月25日の日曜日まで、来月14日日曜日にはカウントダウンリリースイベントも実施予定です。他にもリリースを記念して、来月5月24日水曜日にガールズガールズオープンファンミーティングカウントダウンリリースパーティー by ガルガルファミリー&フレンドを開催します。イベント盛りだくさんなので、ぜひガールズガールズの公式ホームページをチェックしてください。来週のメンバーはヨーカ、クレア、ミナミの3人です。それではここまでのお時間は、鶴谷美咲と小野ゆずはと住谷桃香でお届けしました。それでは来週もお耳にかかりましょう。またね。ガールズガールズの鶴谷美咲です。バスダクレアです。アニメ漫画ファンの私たちがアニソンの魅力、楽しさを伝えるファントークバラエティー、ガールズガールズ美咲とクレアのアニファン、毎週木曜深夜1時30分から聞いてね。